にちは。こんにちは。さあ、はい、これから終盤戦に向かって、まあ、巨人が独走してるよね。してます。独走体制を整えつつある、もう独走してる。はい。どっちなんだ。もう独走状態ですよ、ね。でも諦めたらさ、終わるじゃない。はい、そうですね。諦めた時点でもう巨人の優勝が決まるわけで、諦められないでしょ。私セリーグもっとセリーグファンとしてはもっと見たいです、ね、でしょ。すごい面白い試合が熱い試合よね、はい、そこで、やっぱ巨人を止めるには、やっぱ菅野を止めなきゃいけないと思って、はいろいろ調べたんだよね。そもそも菅野投手、いや今年絶好調です。いや絶好調でも隙があるんですか。いやだから隙を見つけるために、まあバッティングコーチの経験もあるしヘッドコーチの経験もあるから、はい、菅野をちょっと一回調べてみようと思って、はい、こういうデータを調べたんだよ。お、このデータは、これはね、はい、右ピッチャーが、はい、あ、右バッターが、赤かな、はい、左バッターが青、これが打たれた打球方向なんだよ。うん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 、で、被打率が、右が1割9分3厘、はい、打たれてるんだね。打たれてるっていうか、抑えられてるというかさ、はい、で左が1割並ぶ2位、さらにすごいじゃないですか。さらにすごい、それで打球方向、はい、昔ね、俺が現場に戻った時に、はい、面白いデータがあったのが、はい、交流戦があった時に、これはもういいと思うんだけど、オリックス時代の金子千尋、はい、これがやっぱすごいピッチャーでさ、当時、いやすごかった、すごかったでしょ、はい、もう精密機械と言われる、でデータを見せてもらう、そしたらこういう打球方向が出てたわけ。左バッター、右で、うん、はい、で面白いのが、右方向、ライトの方向、右も、右バッターも左バッターも、ライトの方向にしかヒットがないんだよ。え、左方向は何ですか。全くもう凡打の山なんだよ。え、なぜだ。わかんないんだよ。いや、やっぱり変化球だから多彩じゃない。はい。いや、それでまあ、右と左じゃやっぱ配球も違うよね。もちろん、はい、そうでしょ。それで右バッターはとにかく引っ掛けさす、チェンジアップとかフォークで、そういう打ち取られなんだよね。でもそれを右方向に無理やり持っていくと、ヒットになってるんだよ、はい、あ、それは金子千尋投手の場合ってことなんですね。そうそうそう。じゃ左も同じってことなんですか。左は逆に攻められ方が違うから、はい、引っ張らないとヒットになってない。ああそういうことですね、うん、いやそれで横浜ってその時 DeNA って最下位のチームだよ、はい、でもオリックスっていうのは強い時でさ、金子千尋がいるし、全部右方向を狙わせたわけ、はい、とにかく引っ張ったら罰金だぞって言って、で左は流したら罰金だぞって言って、そしたら8点取ったよ。すごい。いやすごい。だから打つ方向によって全然違うんだよ。そうなんですね、うん、で沢村、はい、ロッテに行った、はい、あれのデータを見たんだ、そしたら右は忘れたけど、はい、左バッターは、はい、引っ張らないとヒット一本もないんだよ。 いわゆる右方向ってことですね、うん、だから力負けしたらダメなんだよ。あ、だから引っ張らせたんだよ、はい、そしてこれ面白い話があってさ、はい、荒波っていう選手がいて、はい、一発目流したんだよ、いい当たりだったんだよ、レフト正面の荒波呼んで、お前なんで流したんだって、いやでもいい当たりだったじゃん、いいかこれデータ見ろと、いい当たりだよ、一本もヒットないんだよ、だから次の打席絶対引っ張れって、ホームランって書いてある。すごい。いや、やっぱりね、打つ方向によってやっぱ攻略できるピッチャーがいるんだよ。そうなんだ。データ見るとまさに明らかですね、それは、でヤクルトの左ピッチャーがいるでしょ。ヤクルトの左、はい、これはまだ現役だからなかなか言えないけど、はい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 、だけどデータ的に引きつけて打てっていう定石なピッチャーなんだ、はい、でも引きつけて両方とも流したら、はい、ボンダボンダな、うん、全部引っ張らせたの、はい、小田攻略できたとかあるんだ。ある。それでもう一人、はい、絶好調の大野、大野雄大投手ですね、うん、開幕から負けない、はい、あ、開幕から勝てなかったけど、はい、勝ち出したらもう5連勝とか、この前菅野の投げ合いで負けたけど、はい、こういうデータなんだ、はい、ね、うん、で大野のやっぱ若干の苦手っていうのは、はい、被打率が右は1割9分4厘、はい、
抑えてる。抑えてますね。左に2割4分5厘。右は引っ張られてるっていうのは力負けなんだよ、はい、大野の、うん、でも大体力勝ちしてるんだよね、うん、データを見ると、はい、で菅野とよく似てない、これ見て言いますか、あ確かに似てますね、似てるでしょ、はい、センター方向が、まあ、意外に少なくて少ない、両サイドに打ってる、そうですね、本当だ、これどういうことかというとさ、はい、やっぱ力負けしてんだよみんな、バッターが、うん、はい、そのボールに対して、うん、で力で勝てっていうのはもう難しい、うん、で打球方向もまんべんなくは出てるよね、いやそうですよ、そうですよ、そしたらミーティングで使えないんだよ、うん、使えないんだよ、やっぱすごいピッチャーなんだよちょっと待ってください、いや俺がミーティングするとしたら菅野、はい、に、ええ、じゃあ力負けするなよって言うしかないんだよ、ということは、はい、力がないと打てないということ、その率を残すバッターっていうのは、はい、まあ、若干そのパワー的には不足するよね、はい、確かにそうだ、ね、だから力負けしない、うん、そういうバッターを揃えなきゃダメだという、じゃこれパ・リーグのパワーバッターたちを当ててきたらこれは攻略はできるってことですか、いや可能性は強いよ、あもしかするとやっぱこの両投手はセ・リーグに今いるから抑えることができてるっていうことも可能性もあるよね、ただやっぱり俺思うにはさ、はい、やっぱり引っ張れないとダメだね、うん、この2人のピッチャーは、はい、引っ張れないバッターはやっぱダメだよ、力負けする、うん、だけど、はい、ミーティングに際して言えることはそれしかない、うん、まあ例えば無理しても右に持っていこうと、もう無理やりに、うん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 、だから言えるとしたら無理にでもちょっと力負けしないでポイント前で引っ張るしかない、うん、そしたら変化球でごまかされると、え最悪の結果なんだ、いやだから勝ってるんだろうなと思って、ああで結局ピッチャー勝ちってことですね、ピッチャー勝ち、ミーティングは使えない、ミーティングでは使えない、だから優秀調べれば調べるほど優秀なピッチャーなんだよね、ああじゃあこれミーティングで使えないってなると、じゃあこれはもう無理やり右に力負けせずに持っていけとしか言えない、そうだから あの投げ合いで抑えるしかないよね、もしくは今日の試合自由にもうやってこい、菅野投手だから大野投手だからみたいに言うしかもうなっちゃう、一つ手がある、何、足、あ足を使え、書きます、でもその前に、まあ、無理ならその前に出れないけどね、あ類に、いやだけどやっぱ俺ストップザ菅野でさ、はい、やっぱちょっと調べたんだけどこれはもう隙がないんだよ、うん、だけど今年のそのジャイアンツの独走を支えてるのは菅野でしょ、はい、だって一人で10個の貯金を作ってるわけだから、うん、でもここを止めるにはじゃあどうしたらいいかっていうのは、うん、まあ次の動画で、あのお話するあるんですね、いやあのまだ横浜まで9ゲームでしょ、はい、9月の13日かな今日、そうですね今、はい、現在で、はい、まあ、3位まで9ゲーム結構離れてますよ、阪神とは 8.5、はい、ね、うん、ここら辺で2位3位で争ってる場合じゃない、はい、ね、だけどやっぱりジャイアンツを止めるにはじゃあどうしたらいいかっていうことを、うん、次の動画で、はい、まあ、話したいと思う、わかりました、ただまあ大野はね、ちょっとこれあの大野もいいなと思って比較しようと思って出したデータなんだけど、やっぱよく似てる菅野投手、うん、ただ大野が勝つためにはやっぱ左バッターをいかに抑えるか、そうですね、うん、左バッターが流して打ってるんだよね、左バッターはやっぱ外中心になってるということ、それはやっぱこうある程度インサイドとアウトサイドを五分にしたらもっと勝てる大野、あ、大野投手はもっと勝てる、もっと勝てる今、隙を探してきた、違う違う違う大野はちょっと隙があるんだよ、やっぱり あ、そっか、その左に対してのっていうことですね、そう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 、はいはい、だから率も悪いでしょ、2割4分5厘しか、ね、2割4分5厘打たれてるでしょ、はい、だからこれをやっぱ菅野のように、だって菅野と大野は投げ合うからさ、まあそうですね、実際投げ合ってますもん、大野に勝ってもらわなきゃいけない、そうですね、巨人の独走を止めるには、そうでしょ、はい、そうでしょ、この前も投げ合い、いい投げ合いしてたよな、そうなんですよ、だから惜しいよな、打線がね、やっぱりこういうことなんだよ、左に打たれるということ、そういうことか、だから菅野は完璧なんだよ、ここまで、
そうですね。ただその巨人をストップできる隙を一つ見つけたと。まず気持ち諦めないということで諦めみんなそうですよ。いや諦めないだ誰でも分かります。いやそうだ、それをデータとともにデータとともにね、はい、話していくから。分かりました、はい、楽しみにしてます。